赤木は、滑走綱ひばまた木本がらかに属する階層である。北海道から日本全土の全身体に分布し、朝鮮半島、中国及びベトナム北部にまで分布する。一年生で秋から冬に成長し、4から7メートルの長さに達する。私有一種である。秋田県ではギバサ、山形県では銀葉も、新潟県では長ガ予と呼び職用にする。 収穫した赤葛色の生の段階で強い粘りを持つことが特徴であり、腐敗を防ぐため収穫して、すぐに茹で上げ、鮮明な緑色のものが販売商品として流通している。付着器は仮板状で、この付着器から分子しない茎が一本生じ、数メートルの長さになる。この茎には縦の溝が数本あり、また短い差しを生じる。 枝は茎につく葉の溶液から生じ、茎と同様に葉をつける。茎の古い部分では、葉が脱落するため、直接茎から枝が生じているように見える。葉は膜状で線形から筆心型で、その円は巨子円内視中六に達する切れ込みで右上になるものも、ある。葉は長さ7センチメートル、幅1 5センチメートルになる。この葉の形態には、 地域差があって、関東地方から静岡県などでは、葉の切れ込みが浅くのこぎり妖艶となり、日本海から瀬戸内海に分布する個体群では、葉の切れ込みが深く中六に達し、うじとなるという差がある。葉の中六は、はっきりしており、傭兵は、やや平たをして気分が、卓葉上に広がる。気分に近い葉では、傭兵や中六に差しをつけることもある。気泡は、 円柱状で、通常の歯に似た冠売をつけ、短い柄を持つ。死有一種が普通であるが、稀に死有同種の個体も見られる。生殖器床の付き方は、枝の末端部に単独、または相乗につき、その形状は、円柱状で先端が細くなっている。メスの生殖器床は太く、長さ2から3センチメートル。 直径3ミリメートルになるが、オスの生殖器床は細長く、長さ4から7センチメートル直径2ミリメートルである。稀に見られる死有同種の場合には、シダ木と同様に基部がくさび型であることで違いがあり、この部分にオスの生殖キスがあり、上部の大部分にはメスの生殖キスがある死有同種となっている。赤木は1年生で、 普通秋から冬にかけて成長し、本州中部では冬から春に成熟し、日本北部では7月頃に成熟期を迎える。また、瀬戸内海などでは春に成熟する個体群と秋に成熟する個体群がある。生命力が強いことから、漁場での網や漁船のスクリュー並びに養殖施設などに絡みつくことがあるため、漁師の間では、 邪魔目と揶揄され厄介者扱いされている。北海道東部を除く日本全国のほか朝鮮半島から中国、ベトナム北部にまでの全身体に分布する。類似種にシダ目があるが、気泡の形状が異なっていて、赤目は円柱状であるのに対し、シダ目は球形から楕円体であることから区別することができる。しかし、気泡を形成する前の若い個体では、 この2種はほとんど区別がつかない。下ごしらえ後、刻んで、皿に盛り付けた赤木。粘り気が出ている。赤木は、食用となり、これを目的とした、収穫時期は、生殖器床をつける時期である。若い海藻本体を湯通しして、食用とするほか、生殖器床も粘り気を持ち耳とされる。新潟県では、若い生殖器床をつけたものを、長もと呼び、食べやすく、 かつ、さらに粘り気が出るように刻み、醤油で味付けして、ご飯に乗せ食べる。下ごしらえは、まず赤木をよく水洗いし、真ん中にある硬く長い茎を上部から下に向かって、指でしごくようにすると、節から葉を含む小さな茎が取れるので、これを食用にする。このしごき取った下食部を再度水洗いし、たっぷりの熱湯で数秒から数十秒を湯がいて、 これをザルに開け、水道水をかけ流して冷やす。この段階で多量のネバネバが出る。これを料理の材料とするが、ここまでの下処理を行った市販品も販売されている。郷土食として東北地方や新潟県、京都府で好まれてきた。三陸地方では東日本大震災による津波被害からの巨村復興にも一役買っている。もずくや。 メッカブ同様、ポリフェノールやフコイダン、フコキサンチン、各種のミネラル、食物繊維を豊富に含み、健康に良い機能性の高い食品として、注目を集め、産地以外でもスーパーマーケットで販売されたり、定食店や居酒屋で出されるようになったりしている。これにより、三重県のようにかつては食用にする習慣があまりなく、漁船のスクリューに絡む厄介者扱いされて、 邪魔クと呼ばれることもあった地域でも、商品価値を持つ海藻へと評価が変わった例も見られる。栄養価が注目されて以降、赤モクを活用した新しい食品を開発する、試みもなされている。例えば、赤モクの粉を練り込んだそばやパスタ、うどんといったものが開発されている。料理家、食アートコーディネーターの中村真理子によれば、赤モクが練り込まれたうどんには、 磯の香りが口に広がるような良い味わいがあり、また赤木には旨味成分のアミノ酸が豊富なため、うどん一品でも満足感があるという。愛知県にある中部国際空港では赤木を使った商品が販売されている。空港島の護岸に入っていた赤木を未利用資源として捉え、有効利用のため、中部国際空港会社側から地元の漁師に商品化を持ちかけた。 以前から食用として用いていた岩手県の漁師からのアドバイスも得て試行錯誤の末に作られたものである。食用以外の利用方法として宮城県塩釜市にある抹茶岡間神社では神事である藻塩焼きで塩を取る際に使う海藻として用いられている。ありがとうございます。